はいどうも皆様さこんにちは。グリードです。というわけでですね、今回はですね、えー、この前行われた COD チャレンジャーズの日本代表戦、スカーズ戦をちょっとね、えー、振り返り解説しようかなと思います。まずね、ちょっと近況報告なんですけど、えー、まあここ最近ちょっと動画投稿が空いてたと思うんですが、えー、まあちょっとね、まあ、僕の調子が悪かったのが主な原因で、まあ、難しい問題なんで説明がふわふわっとしちゃうんですけど、 心の病気って言ったらいいのかなちょっと、まあ、難しいんであれなんですが <laughs> まあ病院行ったりとか薬飲んだりとかもしてまあまあ全然ね喋れるぐらいにはなってきたのでまあまたね再開しようかなと思いますそしてチーム内ではちょっとロール変更があって僕がメイン AR になってゴロが、えー、サード SMG になりましたなので今はニコちゃんウィンレッド SMG のゴロが 3番目の SMG で、えー、ベブラが、まあ、2番目の AR なんですけど、まあ、ほぼほぼ SMG みたいな感じかな。で、僕がメイン AR っていう。まあ、このゲームは現状ほとんどのリサリルールは4枚 SMG が主流なので、まあ、メイン AR 以外はほぼ SMG になってます。さあ、というわけで、振り返りの方入っていきたいと思うんですけど、もうまずね、あのマップ名称とかちょっと専門用語をね、結構喋っちゃうんですが、 もうね、ま、動画時間的にいちいち全部説明してる暇がないので、まあ、一応ここにマップ名称を貼っておきますね。もうこれはね、マップ名称は、もう皆さん知ってる前提で、ごめんなさい、今回は喋ります。はい、はい、というわけでやっていきたいと思います。 思います。で、ハックニアードのハードポイントなんですが、えー、この時のスカーズ戦3試合目はね、もうオフラインの決勝が決定してたので、ちょっとハードポイントとドミネーションチャレンジしてハックニアードを選んでみました。まあ、ハックニアード、僕たち練習の時はね、結構まあ、悪くなかったんですよね。むしろ結構勝率はいい方だったんで、ピックしてみたんですけど、<laughs> まあ、こっちがね、ピックしちゃうと、まあ相手が勢力,へ勢力を選べるので、まあ、 絶対有利側を取られちゃうんですよ。だからフリー側スタート。で、ハックニアドの振り側って、まあ、かなり厳しくて、1ポと2ポほぼほぼ取られちゃうんですよね。<laughs> なので、開幕はかなりきつくなるんだけど、ちょっとチャレンジして、えー、ハックニアをピックしてみました。<laughs> で、まずね、まあ、1歩中に、こう、2ポが有利リ,リスのをね、ゲットしたいので、ちょっとセンターを使って、えー、まず狙ってますね。 まあでも、まあ第一優先としては一方中を取ることです。で僕がセンター見てちょっと左行ってみたんだけど敵が1枚左裂いてたのでまあちょっとこれ僕行くべきじゃなかったかな。まあでも中は取ってます。なんだけど中もやられてしまったのでまあまず僕は地点を 抜いて、AR なので、このロングの窓を抜いてっていう感じで。僕がメイン AR なので、こういうね、ロングは積極的に入ってカバーしてあげたいですね。で、敵がね、このタイヤ脇でずっと湧いてくるんですよね、有利側っていうのは。なので、振り側はタイヤを制圧することが最優先になります。ほんと、あそこを制圧しないと、目の前でずっと湧いてきます。 ほんとね、ここがね、ちょっとハックリアードのリスがね、ちょっとおかしいところなんですけど、で,で、タイヤ目指そうってコールアウトして、まあ、僕がこの窓からタイヤを抜きました、で、味方がタイヤに入れるので、味方をこう送ってあげます、なんだけど、タイヤ取ったんだけど、本来ではグリーンの方で沸くんですが、味方が多分、先端の左側に1枚裂いてたせいで、レンガで沸いちゃったんですよね、グリーン脇が潰れて。 なので敵がエリアの真横でずっと湧いてたっていう形になっちゃってちょっとこれは良くなかったなグリーングリーンサイドに送らない方が良かったですねでも30秒以下なのでもう次に散歩がね屋根側なんでこっちにセンター側に固めてますもうほんと残り30秒とか20秒とかでエリアを取っちゃうとね逆に反転しちゃって散歩のローテを取られてしまうのでもうこのまま形を 整えてニポ側に押し込みたいっていう感じですね。で、このグリーンの窓から走行を抜いあの流れてくるのをカットしますで。なぜかグリーン下に抜けてるっていうコールアウトがあり、グリーン下は死んだから、じゃセンターだってことでセンターをフラグ入れて飛ばしました。で、3枚削れたんだけど、同じか走行からエリアがいられちゃう。で、敵は走行脇なので、このロングから。 ここのロングから走行を抑えます、1枚。でもう1枚やりました。ここはい、e、いポジに入れたと思うんですが、センター下付近がなかなか制圧できてないですね。でもまだ L 字は来ると思うんですが、でも時間的にはグリーンに流れたいところ。 あちょっと TK とかも入りましたが敵もちょっとローテ遅れてる感じなので、えー、味方とともにグリーンね次方に流れたいところで3枚で流れていい感じですで前ポの敵はセンターのウォールからね壁から来ると思ったんで、ね、こう振り向いてセンターのやつを倒します で、ここですね、次パぽはもう制圧できたんですが、敵が正面少ないので、本来であればこれね、敵がもうもっと早く、裏回ってきてって気づくべきだったんですよね。敵は5ポ側を回って、こう5ポ側のリストを取りに行ってるんですよね。で、これ、レッドは今死んじゃったんですけど、レッドはもっと早く5ポ側に下がっておくべきでしたね、これは。 で、残り30秒。えー、敵は完全に5ポ側のリスを取りましたね。30秒捨てて敵はゴポ側のリスを取りに行った感じ。ここは敵いい飛び出しですね。いい前押しで。ちょっとかなりきつい状態になってます。で、やっぱ今回の範囲っていうのが、まあやっぱフリー側スタートでうまいこと立ち回れなかったことと、あと5ポのブレイクですね。えー、まあ、現在はゴポのブレイクはだいぶ改善してるんですけど、この時の5ポのブレイクはね、 ちょっと良くなかった、非常に。黄色い北手って言うんですよ。北手に貼り付けばいいんですけど、ちょっと貼り付くまでいけてないんですよね。貼り付けてないプラス右も全然ね、これ進めてないので、まあかなり厳しい状態。で、40秒、30秒付近になったら、正直もう、5ポーを 完全にリスを取ってエリアも取っちゃうと逆にニポ2歩反対の2歩のリスが取られちゃうので正直この時点ではもう5歩のリスを取るっていうよりはなるべく中立かちょっとエリアを防いでっていうのを目指したいところですね。5歩かなり取られてしまったんですがえーこの形であればこのまま維持すれば2歩をしっかり取れる状態。 ニコちゃんが L 字を押さえてくれますで1歩正面から来てる敵は今押さえてくれたので僕も押さえてでグリーンからちょっと裏来てるやついるかなって見ていないので僕はもうこれねセンター行ってさっさと死んだ方がいいんですよねセンター押してこれさっさと死にました、まあ、前線で死んだんで後ろで、まあ、ワープできますね文字室ワープできました でグリーン側を見て、裏警戒してますが、赤点的な敵はセンターと、えー、エリアに来てる感じですねで。エリアもやられちゃってますね、やられちゃいました。で、僕が行くんですけど、ちょっと僕、1人でこれエリア行くべきじゃなかったですね。まあ、今、これ下がって、倉庫の窓からロングを、ね、張るような感じにするんですが、まあ、早くこっちに、最初からここにね、行くべきでしたね、これは。でダブルキル取って 3枚目もジャンプショートでなんかすごい溶けたねこれやったんですけどまあこれはもっと早く窓に入るべきだったまあ1ポは、まあ、思ったより1ポ取れなかったけどまあ2ポの、えー、リス維持したまま敵にもそんなポイントを与えず2ポをゲットできてるので、まあ、そんなに悪くないまあここは全部取りたいですね2ポはで敵はセンターやりでセンターの壁に張り付いてるなと思ったんで 飛び出して、まあ、1枚削って、もう1枚壁に張り付いてるよって報告して、えー、ニポを稼いでます。で、40秒付近なので、もう、どんどん前、グリーンか、走行上がって、まあ5、5ポゴポ側をワンチャン狙うような形で、前押ししときたいんですけど、まあまあまあ、失敗してもいいですね。まあ、エリアを取れればいいんですが、ここで、誰だ <laughs> 誰かにね、2歩ね、顔出しちゃって抜かれちゃうんですよね、外から。まあ、これが、 もう一つの範囲の一つで25秒ぐらいがっつり取れなかったんですよね。これは本当あってはならないミスですね。2歩はほぼほぼ全部取れるので、取ってればリスを取ってれば。で、3、まあ、歩にローテはしてるんですがちょっと形がよくないですね。ちょっと予想外の。 出来事も重なり僕が地点入ってトロフィー炊いて地点で耐えますセンターロングねエアで抑えれるんでロングを見てるんですがなんか屋根にいるんですよねこの裏取り来られてるのはよくないですねで倉庫からも押さえてもうずっとですが続いてますでフリップまあ30秒きりなんでまあそんなに悪くはないかなまあがっつりは取れなかったけどまあこのエリア自体がそんな取れるところでも まあまあないのでまあ一番悪い状態ではないで両手も取れてるのでそんなにひどくはない日本の出来事に比べればって感じですかねで今僕が飛び出したことによって走行が来てるっていうのがね分かったんで走行ね来てますねあの今僕が空いてるこのグリーンサイドの脇はあの走行のところからリスキルがねできるのでロング AR が入ればあそこの窓をまず倒したいところですねで僕はねこれまずセンター行ってるんですけど、まあ、全員地点に行っちゃうとセンターから入られたりとか裏来,来られちゃったりするので、まあ、次のブレイクのためにセンター取ってるんですがエリアも全滅してしまいましたでもう30秒付近なので僕はちょっと5ポのねリスを狙ってますこの来た手から上を抜いて、えー、5ポ側のリスを取って えー、これでローテが取れてる状態ですね。で,で流れてきたのもカットで,で,でスモークが来たのでこれねれもうスモーク来たら大体入られちゃって。 んですよね、だから引いてるよりワンチャンスモークの中とつって1キルした方がいいなと思ったのに行ったんですけどまさかのフラグが来たっていうね、L、OK, OK, で5ポはローテ取れてますエリジを倒して僕はきたて分けを取ってますえきたて分けはねこのきたての横ねは本当にねずっとこっちで分けるんでがっつり右から来られなければ大丈夫なんですよねで削ってでセンターをやって 飛び出して、センターが、あ、これセンターから2枚来てるねっていうのが分かったんで、いいんですけど、ここでまだま、僕まだここで分けるんですよね。ここで分けるのはいいんだけど、これ倒したんだけど、なんか左から抜けてるってなって、でちょうど僕は死んじゃったことによって敵が右に来ちゃったっていう、こう、これね、あのね、こう2つのミスがね、重なっちゃったんですよね。えー、まあ、左から抜けて、 たのにひ左から抜けてる状態で僕は右出ちゃったらもうよくなかったし僕は右出るの良かったんだけどそのなんだろうちょっと説明難しいな左来てなければ僕は右出て良かったんですよで左抜けてるのであれば僕は右に停滞しているべきだったんですよねだからうんなんかこう2つのミスが同時にこう起きちゃってああいうあのね最後が起きちゃったんですがまあでもね最後のこの局面 が範囲かっていうとここっていうよりはあの2歩ロングから抜かれちゃったのとああのまあ、最初どのね振り側二歩の振り側の立ち回りとあと5歩のブレイク5歩は1周目がねほぼ,ほぼ取られちゃったね5歩のブレイクっていうところだったんですね、まあ、この3つですがねまああのー、まあ範囲ってなるのがまあハックニアとちょっとね勝負でピックしてみたんですけどまあもっと ちょっと改善すれば結構ピックできるいいマップになるんじゃないかなと思うんでやっぱ他のチームであんまりピックしないんですよねあのフリーガースタートになるからでもまあちょっとねちょっと極めたら面白いかなと思うんでちょっとね、まあ、これからもちょっと極めたいと思います、まあ、ひとまずは、えー、まあオフラインは決定してるので、えーね、3月29日ですね大阪で開催されますもうチケットも販売されてるかな、まあ、現地に来れる人はぜひね来て ください結構大きい会場みたいなので。というわけで、ちょっと今回はこんな感じの振り返り解説動画だったんですけど、まあちょっとね、この試合をリアルタイムで流しながら全部喋るっていうのは非常に難しい。<laughs> いろいろ省略したりとか、やっぱね、いろいろ全部を説明するってのは難しいですね。ごめんなさいですけど、まあね、たまにはね、いいんじゃない,しない,い,い,ゃないでしょうか、こういう動画も。 というわけで、一気に喋って疲れたので、この辺で終わりたいと思います。えー、よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ様です。